どうも、かっちゃでございます。今日何やるかっていうとね、ガリガリ君食べるっていうそれだけの動画でございますね。ガリガリ君ね、日本国民でガリガリ君知らない人っていないやね。ガリガリ君、あ、ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君ってことでね、ガリガリ君です。今1個40円かな。昔はね、もっと安かったんですけど、何年か前にね、10円値上げしたことで有名になりましたね。昔のフォークス、なんていう名前忘れたけど、値上げは絶対考えぬ。あ、値上げは絶対考えぬっていう、有名なですね、歌をですね、使ってCM を出して、この CM がバカ当たりしたガリガリ君でございますが、今日はこのガリガリ君をいただきたいと思うんですが、コーラ味にしてみました。ガリガリ君はですね、ソーダ味というのが基本的にスタンダードでございまして、それ以外にですね、いろいろ、第二フレーバーと言われているのがいろいろあるわけなんですが、コーラ味はだから第二フレーバーです。第一フレーバー、つまり常に生産しているのはソーダ味の青いやつですね。あれが第一フレーバーでございまして、第二フレーバーはいろんなのがあって、みかん味とか梨味とかいろいろあるんですが、第二フレーバーの一番代表的なものっていうのはこのコーラ味なんで、とりあえずちょっと見つけたんで、購入してみたんで、これをいただきたいと思います。本日は8月の12日、めちゃんこ暑い日でございますね。なんでこういうね、今やっぱりガリガリ君でございますね。もう日本の夏って言えば、日本の夏って言えば、金鳥さん、金鳥さん映ってねえな。日本の夏ってまず金鳥さんですね。そして、ガリガリ君でございます。金鳥さんとガリガリ君ですね。この二つで、なんていうのかな。日本の夏はこれで成立してるわけでございますね。最高。幸せってことでガリガリ君いただきたいと思います。だからね、ちょっとここに置いたガリね、金鳥さんはね、食べることはできないんで、こう置いてもらって、じゃあ、ガリガリ君の袋をね、開けていきたいと思います。じゃあ、ガリガリ君の袋を開けちゃうよ。ちゃん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 。ガリガリ君でございます。ガリガリ君、ガリガリ君。あ、ガリガリ君。ガリガリ君。じゃじゃんじゃじゃん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 じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。ガリガリ君でございますね。いただきたいと思います。ガリガリ君ね。コーラですね。コーラ味でございます。ガリガリ君、ガリガリ君ってさ、こうやってさ、舐めて食うのが正しいのか、かじるのが正しいのか、いつも迷うよね。みんな迷わない？まあ、ちょっとかじりゃ、かじりゃ、みたいんだけど、ガリガリ君はね、どっちが正しいのかなって、まあお好きなようにどうぞみたいな。ガリガリ君、いやガリガリ君でね、断面積見てもらうと分かるんだけど、外とこの外の表面と内側のですね、この表面がちょっと違うの分かります？表面が結構なんていうかな、目が細かくて内側が結構目が粗いんですよ。これガリガリ君召し上がってる方皆さん気づかれると思うんですけど、これはですね、ガリガリ君の作り方のこだわりです。これは本当にですね、でガリガリ君を作ってる工場、私ね、お仕事で何度もお邪魔したことあるんでね、ガリガリ君結構で、ね、詳しいんですよ。いろいろお話聞いて、ガリガリ君作ってる会社っていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、赤城乳業っていう会社でございまして、これはですね、埼玉県の工場が一つ、メインの、もともと昔からある工場がですね、埼玉県の籠原って駅、熊谷から一つ高崎寄りに行った駅で、まあ、から歩いてちょっと行ったところの深谷市にあるのかな、あ、深谷市だと、どっちだっけな、深谷市と熊谷駅の境あたりにあるんですけど、そこが昔からあるガリガリ君の作ってる赤城乳業さんって会社の本社である数工場です。で、もうガリガリ君どんどんバカ売れしたっていうのもあるんで、別にですね、工場作ったんですよ。で、それが同じ埼玉県の中の本庄市っていうところ、まあ、昔は小玉町って言ってたんですけど、その小玉町のすぐそばのところにですね、まあ、新しくガリガリ君の工場を作りました。それがまあ、超バカでかい工場でございましてね、こちらの両方、どちらの工場もですね、私お仕事で何度もお邪魔したことございましてですね、多分赤城乳業の社員の人で、特に保全とか設備管理やってる方は、多分私が何者か全部ご存知だと思います。それくらいしょっちゅうお邪魔してました。で、なんでそんなお邪魔してたかっていうとですね、要するにこの、
アイスクリームとかアイスキャンディー作るのは要するに冷やさなきゃいけないんで、巨大な冷凍装置があるんですよ。その冷凍機があるんですけど、この冷凍装置が当然ですね、バカでかいんですよ。そりゃそうですよね。これだけ大量のガリガリ君、日本全国のガリガリ君みんなあそこで作ってんだから。だからその装置がですね、いわゆる、高圧ガス保安法って法律の許可を取らないといけない、そのいわゆるそのでバカでかい機械なんですよ。でそこをですね、その許可の関係で僕はしょっちゅうですね、まあ、僕県庁にずっと勤めたんですけど、その県庁の担当者としてお邪魔してました、よく。でそんなこと守秘義務で話していいのかって話なんですけど、これは構わないんですよ。というのはですね、の高圧ガス そのバカでかい機械があるっていうことはですね、法律で警戒標識っていうのをその工場の入り口に立てなきゃいけないっていうルールがあって、大きい工場とかですね、皆さんですね、行くことがあったら確認していただきたいんですけれども、工場の入り口にですね、時々ですね、高圧ガス製造所というですね、看板が出てることがあります。これが警戒標識っていうんですけど、これは要するにここに高圧ガス製造施設というものがあるから、注意してくださいねという、注意喚起をするんですよ。それがですね、法律で義務付けられてます。警戒表っていうんですけど、で、この警戒表が当然ガリガリ君作ってる赤木人形さんの工場にもですね、入り口にドーンとあります。だから、その工場の前を通れば、あ、ここは高圧ガス製造所だっていうのが誰でもわかるということなんで、まあ、それもですね、私が、まあ、高圧ガス製造所になってます赤木乳業さんが、それでそこの仕事で僕はしょっちゅう行きましたって話をしても全然問題ないわけですよ。秘密でも何でもないってことです。逆に工事しなきゃいけないことで、実際経過標識で工場の前で表示工事をしてるので全然問題ないってことです。この辺は誤解しないでください。じゃあね、赤木乳業さんってものすごくですね、工場のレベルは高いです。ここはですね、僕その高圧ガスの許認可をやってた関係で、そのいろんな工場をですね、いっぱいお邪魔したんですが、赤木乳業さんのその維持管理保安技術っていうのはピカイチです。非常にレベルが高い工場です。さすが大手さんだなってなんですけど、実はね、さすがにこっちは会社名出さないですけど、大手でもめちゃんこ維持管理下手でぐちゃぐちゃの工場って実はあるんですけど、さすがにこの工場の名前は出さないですけど、赤木乳業さんの維持管理なんですよ。めちゃんこですね、このレベルが高いんですよ。で高くて、このいわゆる巨大な冷凍機の運営管理に非常に技術が長けてるんで、いろんな会社の人がですね、その巨大な冷凍装置のその運営維持管理のために結構赤木乳業に研修に来てですね、勉強されてたりとかされてます。非常にレベルの高いですね、いい工場です。でその工場をまあただまあそういうすごくレベルの高い工場なんで、まあ、普通は県庁の担当者がね、へこへこ言ってぐちゃぐちゃやるってことはないんですけれども、ただ法律上ですね、管制検査と保安検査っていうその法律上ですね、何の問題がなくても県の担当者が行かなきゃいけないっていう時が時々あるんですよ。でその時は僕が担当者としていつもお邪魔してたんです。だからですね、赤木乳業さんの工場の中にはですね、その管制検査所、つまり法律上適合して何の問題もありませんことを、まあ、県の職員が確認しましたっていう、管制検査所っていう書類があるんだけど、その書類に私の本名ですね、本名がですね、書いてある書類がいっぱい赤木乳業さんに今でもあるはずです。特にその本業のでかい工場が新しく立ち上がった時の担当者が、その、県庁の許可の担当者が僕だったんで、だから、あそこの許可証を発行したのも僕だし、で僕が担当者で、僕がまあ印刷して刷ったっていうだけで、まあ、僕の権限で、許可を出したわけじゃなくて、僕がその事務作業をしたっていうだけの人間なんだけど、事務作業は僕がやりましたと。あと、そこの管制検査の管制検査員も僕がやりました。ああ、それで、もう何の問題もなかったですね。もう素晴らしい工場です、あそこは。レベルの高い素晴らしい工場でして、非常にですね、どことは言いませんけど、なんとかさんとなんとかさんは、ぜひ赤木乳業さんを見習ってほしいみたいなことは正直、あの時も思いましたね。で、赤木乳業さんのこの、ガリガリ君についてはですね、
いろんなことをたくさん教わったんですよ。でたくさん教わってですね、あ、うん、非常に赤城乳業っていうのはですね、あの、なんか素敵な会社です。本当素敵な会社ですね。あの、うん、ごめん、僕は赤城乳業とかして大好きですよね。俺ああいう会社だって知ってたら、もしかしたら大学の新人の時に赤城乳業さんに入社させてくださいって願書出したかもしれないですね。それぐらいね、僕はあの会社は大好きです。非常にいい会社ですね。で、まあ、うん、あとガリガリ君も大好きです。で、専門学ら工場、あの工場見学ができるんですけど、ものすごい人気でございまして、あそこの見学コースはですね、入るのはなかなか競争率が高いですね。あの、すごいくじ引きで、あの競争率が高くてなかなか行けないです。で、僕は工場が完成する前に行ったんで、まあ工場の中入ったんですけど、面白いですよ。入り口にね、日本庭園とかあったりとかね、いろいろ面白いとこで、まあ工場の裏側いっぱい知ってるんですけど、それはさすがに守秘義務があるのでお話はできないんですけど、入り口にでかい日本庭園があるっていうのは、まあ工場の外側からでもよく見えるので、まあ、それぐらいお話ししてもいいかなと思うんですよね。で、まあでっかいガリガリ君の人形があって、でそこでですね、ものすごい勢いでですね、大量のガリガリ君をいつも作ってるっていう、そういう工場ですね。なかなか、うん、すごいいい工場でした。でね、ガリガリ君ってね、あのソーダ味が第一フレーバーでいつも作ってるんですよ。いつもずっと作ってるんですけど、その、あの第二フレーバーって別の味を作ってて、で、あの夏場なんかは大量に売れるので、本当にめちゃくちゃ売れて、で以前あの在庫切れでデリバリーショートした時は第一フレーバーしか作ってなかった。はい、ソーダ味しか作ってないっていう時期もあったし、で冬、あの冬なんかは逆に売れてないと工場がすごい余力があるわけね。うん、そういう時はね、7つのフレーバーを同時に作るっていうのがあるんですよ。つまり普通は第一フレーバー1個作って、例えばソーダ味を作って、第二フレーバーコーラ味を作って、あとは作らない。で、第一フレーバーのソーダ味は一年中作り続けて、第二フレーバーを、まあ、カレー味ってあったかな、わかんないけど、ガリガリ君のコーラ味とか、梨味とか、みかん味とか、いろんなのを作っていくっていう流れなんだけど、冬場は余力が高いので、レインボー大作戦って何だよ。レインボー大作戦で、レインボー大作戦って何かって言うと、7つのフレーバーいっぺんに作る。つまり7種類のガリガリ君を作って出す。まあ冬にやるんだけどね、冬はあんまりやっぱりガリガリ君売れないので、うん、それはしょうがないよね。どんな美味しい商品でも冬にアイスキャンディーあんまないから、どうしても売れないんだけど、その時にレインボー大作戦っていうのやって、うん、7つのフレーバー、7種類の味が出せる、全部同時に店頭に並ぶということがございますのでね、冬の時期ちょっとね、コンビニとか注意してもらうとね、いろんな種類のガリガリ君が出てくる時があるんですね。これはですね、レインボー大作戦中ということなんで、7つの、ガリガリ君いっぺんに召し上がってお腹を冷やしていただきたいと。真冬の楽しさ、それがガリガリ君のレインボー大作戦でございますが、今真夏なんで第一フレーバーと第二フレーバーしか作ってないはずです。ということで、わかんないけどね、もうこれはですね、まあ今から12、3年ぐらい前かな、うん、ぐらいに、あの赤城乳業さんの方から直接聞いたお話でございまして、今どうなってるかよくわかんないけどねってことですね。というわけで、今日はガリガリ君をね、ただ食ってですね、赤城乳業さんからね、お担当者から直接お話ししたガリガリ君の楽しい話はですね、ちょっとさせていただいたということで、特に問題ある話はないと思うので、うん、ガリガリ君美味しいしね、工場は非常にレベルの高いですね。保安が、すごい保安がね、しっかり、あ、本当ですね、埼玉県内で、そうですね、本当にめちゃんこ、保安レベルの高い、素晴らしい工場でございました。ガリガリ君の話でございました。どうもありがとうございました。